こんにちは、PZP です。今日は下野市にあるラーメンほのかさんに来ています。和風だしラーメンということですが、どんなもんなんでしょう。それでは入ってみましょう。黒串担々麺の大盛りをお願いしました。はい、来ました。こちらが黒串担々麺大盛りですね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。ほのかさんで期間限定の黒串担々麺を食べてきました。いやー、ごまの味が美味しかったですね。香りも良かったしね。期間限定じゃなくて定番にしちゃってもいいぐらいの美味しさだと思います。それではまた。